ひげ坊さん、ここまで第3クォーターまで終わりまして、とうとうワンタッチダウン差のまま。はい、いやそうですね、磯野がやっぱりあの内容的にはかなり押してますよね、はい、で特に、ライン戦攻守ともに、非常にアグレッシブで、はい、いいなというところがあるんですけど、ただ忘れてはいけないのはまだ7対0、ワンポゼッション差なんですよね。そうなんですよね、はい、なのでまだ全然どうなるかわからないんで、はいはい、ちょっとまだ2点3点この後もしかしてあるんじゃないですかね。はい、全く予断は許しません。はい、ともにワンチャンスあれば状況がいくらでもひっくり返る状況にまだなっております。その第4クォーターが始まります。磯野スーパースターズサードダウン8で試合再開です。いや止まりましたね。これはサイドワインダーズディフェンスナイスです。中央突破によってこの状況を打開図りました。磯野、しかしこれを見事サイドワインダーズ食い止めました。フォースダウンに変わります。一夜とのゲイン。いやサイドワインダーズディフェンスよく修正されてきてますよね。 はい、ある程度進まれても得点圏には入れさせてないので。そうですね、はい、結果的に磯野はここはバントという形になります。さあこのバントはあえて転がしていった。うまい。これは絶妙だがどうだ。素晴らしい、ナイスパン。これはすごい、ほとんどゴール前インチの位置でボールを止めました。はい、もう我々観客席で見てたらこういうのを神パントと呼んでもう拍手をしているようなプレーなんですけど、素晴らしいですね。これはパントも素晴らしく、またカバーチームも素晴らしかった。そうですよね、カバーチームが今ねギリギリのところでよく止めましたよね。はい、リターンができず、しかも転がりを止めるような位置でちゃんと抑えまして、記録上は自陣1ヤードからとなりますが、サイドワインダーズ自陣 1ヤードないインチの位置からの攻撃開始という形になります。さあこれはねちょっとエンドゾーン内で倒されてしまうと自殺点セーフティーということにもなるんで。そうですね、はい、そのリスクを背負ってのまず反撃の攻撃になります。サイドワインダーズ、おっと、さあなんとかプレッシャーをかわしたが、これによりましてワイドレシーバー12番約4ヤードのゲインとしています。また12番の田原選手ですね。ここで田原を使ってきました。はい、立命館大学出身。サイドワイダーズセカンドダウン。さあサイドワイダーズセカンドダウン6、ボールは自陣5ヤード。これですよね。さあ今度は中へ振ってからの外、これも通りました。攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、田原に続けまして攻撃権更新をサイドワインダーズ果たしました。サイドワインダーズファースターアンテ、ね、今まで外で受けてたのをスラント気味中で取らせてきましたね。今度はねノーハードルでいきましたね、はい、今度はニーヤに振ります、はい、テンポ上げてきましたね。9番がタックルしまして、ゲインは約7ヤードに変えていますが、ニーヤ太郎選手へのパスが成功。ハリーアップオフェンスを展開しようというのでしょうか、サイドワインダーズ。しかしここで一旦ハドルを組みます。ボーロンは自陣24ヤードの位に配置されてのサイドワインダーズセカンドダウン3。そうやっぱりサイドのパス、サイドのパスというのがね決め手になってますね、はい、やはり振っていった。さあこのパスは飛びましたが、しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。そうなんですね、これはうまくいってるんですけど、こうサードダウンのシチュエーションになった時に同じことを続けられるのかというところがね、怖さもありますのでね、はい、約4ヤードのゲイン。ボールオンはサイドワインダーズ陣28ヤードからサードダウン残り1ヤードになります。さあこれはカバーされていたと判断して、パス不成功となります。パスインコンプリート、パスは不成功。これはディフェンスバック、コーナーバックがレシーバーにバンクディフェンス接触しながらパスターゲットを離さないという巧妙なテクニックを使いまして、先ほどのパスをできない状況に追い込みました。やっぱり対策されてきましたかね、そのサイドパスがね、はい。さあこれによりまして攻撃権更新ならず、サイドワインダーズフォースダウン残り1ヤードですが、どうするか。さあ磯野だいぶ警戒してますね、フェイクを。
そこをあえて普通にパントします。うわこれはいいパントだ。さあ互いにいいパントを見せている。サリオイナズこれを磯野陣20ヤード付近で抑えましてこの位置への攻守交代です。サリオイナズフォスターの攻撃、パンター19番伊藤拓選手パントを蹴り攻撃権を放棄。互いにその手数手合いのところで防ぎ合っているというか対策が徐々に講じられてきているという感じになってきました。そうですね、今のだからサイドパスが、しっかり対策取られた中でもう一つですよね、もう一展開、準備があるのかというところがサイドワイナーズのオフェンスポイントになるのと、やっぱりあの次磯野が得点してしまうと一気に、磯野の勝利の確率が上がるので、はい、このオフェンスディフェンス大きなポイントになるんじゃないですかね。そうですね、また0番来てますね。はい、さあプレッシャー来るがパスを投じたが取ります。いいですね、かなり苦しい状況でしたが、YOSHIは1番見事にこれをキャッチしまして、あ4番ですね、キャッチしまして約5ヤードのゲインを取っています。4番の1の選手ですね。はい、岐阜大学出身。あコメントありがとうございます。山ちゃん様、解説はどなたでしょう。はい、レッツハードのヒデボーさんです。お邪魔しております。はい、あの、はい、お邪魔いただいております。解説というほどではないですが、あの楽しく一緒にお話しさせていただいてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いつも一人ですと大変なので助かります。さあパスですね。さあ横へこちらも振っていったが、これはサイドワインダーズをカバーしている。右に振る形で刺してブロッカーをつけてそこから走らせるという判断でしたが、これは食い止めております。サードダウンに変わります。ミノのパスが成功、しかし2ヤードのロス。ここはパスを続けてきましたね。そうですね、大変多くの方に見ていただいているなと思っています。ポンタ様、そしてエミギブさん、サタデー様も見ていただいています。大変ありがとうございます。お眼鏡にかなうかどうか非常に自信はないですが、ぜひご視聴ください。さあ中央へのランプレーでいった、押し返していくがどうだ。ボールを持った選手が一番進んだところまでが獲得距離だが、この位置がどうなるか。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。ちょっとお互いにこのあれですよね、微妙に1ヤード2ヤード残してフォースダウンを迎えるというシーンが結構あるので、こうフェイクプレーも含めてどうなんだというようなドキドキ感がありますね。そうですね、そして互いにこのフォースダウンでフェイクをできる人材がパンターにいます。さあ磯野はどうするか。フォースダウン2、まあさすがに蹴りましたね。さあこのパントはターン気味だが、しかしリターンにはサイドワイナーズ回りません。ここで攻守交代、ボールはサイドワイナーズ陣35ヤード付近でデッドしまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はサイドワイナーズへ移ります。互いに非常にディフェンスが奮闘しておりまして、膠着した状態がこの第4クォーター残り時間7分を切った状況で未だ至っております。そうですよね、試合の立ち上がりは磯野がねファーストシリーズで、ランでゴリゴリ進んでロングパス決めて、はい、タッチダウンを取ってというシーン、そしてサイドワインダーズもフィールドゴールレンジまで行ってというようなシーンがあって、オフェンスゲームかなと思ったんですけど、その後はお互いのディフェンス素晴らしいですよね。はい、共にハーフタイムで対策ができたということでもあるんでしょうが、さあそれをパスで打開しようとするサイドワインダーズ。ワイドレシーバー6番にパスを通しまして約9ヤードのゲインです。サイドワイナーズ、ここでニーヤを使ってきました。ニーヤ太郎選手のパスが成功。ニーヤ選手も今日何キャッチしてるんでしょうね。すごいですね。もうそうですね、田原加えまして20いってでしょうか、共に2桁キャッチぐらいはあるかもしれません。さあ今度はランプレー、しかし押し返します。いやこれはナイスディフェンス。本当に磯野のディフェンスフロント凄まじいものを感じます。はい、この1ヤードはこのランプレーで裏を取れたかと思いましたが、押させませんでした。井上拓也選手のギリギリですね、本当にインチじゃないですかこれ。
さあそしてこのインチをサイドワインダーズどのようにするでしょうか。サイドワインダーズ3番ファースト獲得まで残り1ヤード。あーなるほどスニークですね。スニークできた、はい、これはラインの選手にスニークさせましたか。ね今ねちょっと番号が62番の選手に動かせました、そうですよね。なるほどここでラインマンをあえてバックスにシフトしその選手をクォーターバックに配置してクォーターバックスニークさせました。今のも何気なく見えますけどそういうねちょっとゴリッと押すための工夫が見られますよね。はい、これをボールを持っている選手ですと補修をするリスクがあるのであえて最も強いラインマンにさせたというところが感じられます。サイドアイダーズファーストを獲得、これによりましてサイドアイダーズ攻撃権更新です。サイドアイダーズファースト、サイドアイダーズファースト、さあそして外へ振りましたがこれはいいブロッカーがついていた。いやナイスですね。一気に攻撃権更新としました。磯野スープ失礼しました。サイドアイダーズファースト、ダウンヒートのブロックが非常に良かったですよね。レシーブのブロック、このブロック力は非常にアメリカンフットボールでは重要です。さあ敵陣来ましたね。敵陣44ヤードに入りました。サイドアイダーズファーストダウン10。今度はランニングバックへのスイングパスだが、これを磯野さらにカバー。30番43番が殺到しまして約5ヤードロスに変えました。いや43番の西脇選手もよく入ってきましたね。そうですね、そして最初にチャージしていたのが30番の隅、この選手もここ1番でビッグプレーを決めるディフェンスのプレイヤーです。スミ選手はねキックオフのカバーでも素晴らしいタックありましたもんね。ですね、ここでスミが来ました。さあこれもシュート、ニーアイのパスです。これを磯野スーパーサーズ3番の松井が攻めました。鳥取大学出身、さすがにちょっとあのサイドパスはもう読まれてますよね。ですね、これは結果的にゲインなくサードダウン。いやしかし磯野のディフェンスいいですね。反応が素晴らしいですね。今のもね対応力がすごい。パスタまで残り14ヤード。先日よりも選手ここですね。これいや本当にそうですね。さあここサーダンちょっと長い距離ですけど、勝負考えるとねフォースダウンも含めていくかもしれないですね。さあ下がります。奥か、さあまず走ってスクランブルをしようとしているが、しかしこれもタックルしてゲインをあまりさせていません。4ヤードのゲインと止まっています。伊藤拓選手パスを投じる構えからスクランブル、残り3分もう29秒を切っていきます ね、 ですね。はい、先ほどのプレーで、ここで再び時計は回り始めますので、サイドワインダーズフォースダウン、さあフォースダウン11の状況です、はい、相手陣45ヤードサイドワインダーズ、もうプレーですね。ギャンブルいきます。はい、シーズンをかけたプレーにここからなってきますね。さあ流れていく、伊藤投げた、いっ青谷インターセプトですが、パスインコンプリート、パス不成功です。パス不成功でしたが、しかしフォースダウンでのプレー失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー。いや磯野のディフェンス素晴らしいカバーでしたね。プレッシャーもかけて崩れてからも粘り強く守ってましたね、はい、これはしかし本当に苦しい状況の中投げたというプレーでしたが実りませんでした。攻撃権は磯野スーパースターズで移ります。ただまだ3分、とも言えるかなと思うので、はい、このディフェンスですよね。そうですね、このディフェンスで止めればもう一度回ってくるので、そしてサイドラインダーズタイムアウトはまだ3つ残っています、はい、この辺りの使い方もまだ残っている、選択肢はまだある。試合時間残り3分で磯野ファースター。さあまずはサイドラインダーズディフェンスで見せた22番のランプレーを磯野、サイドワインダーズ47番がチャージしまして約2ヤードロスを奪っています。
X2 はね、あのシーズン中から12分クォーターでやってるんですけど、 X3 は10分クォーターですよね。そうですね。でなのでちょっとその体力の差みたいなここ出てるのかなっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。この今のランもね、先ほどまでだとゴリゴリ出てたんですけど、そうですね、はい、若干この部分積み重ねですが、1クォーター分ぐらいの近いあのハンデを形は 3X3 は背負う形になります。さあそして今度はクォーターバック18番田中がキープを試みましたが、ここでホイッスル。以上スーパースターズクォーターバック18番田中選手、サイドワインダーズが止めてタイムアウトを取って時間も止めてということですね。チームタイムアウト、サイドワインダーズ後半1回目、ここで時計を時間を確保するタイムアウトを取りました。まあ、これもう一度次も止めてタイムアウトを取ってっていうことをすれば、1分40秒から、ね、50秒ぐらい残るんで全然まだ分かんないですね。ここでサイドアイダーズ後半1回目のチームタイムアウト、ここからは本当に時間をすべて使えるか使えないかも含めて楽しい攻防になってきますね。はい、アメフトの醍醐味ですよね、これもね、はい、ただこれは両チームの選手そして応援するサポーターの方々にとっては非常に辛い状況にもなります、はい、もう心臓に悪いこの時間がね続きますね、これからね、はい、この2分9秒を使い切った段階で来季の X2 に残れるチーム、上がれるチームが決まります。ただまあサードダウンでちょっと距離が長いので、はい、磯野はどうしますかね、リスクを負って投げるパスを投げるようなことをしてくるのか、それとももうね一旦ランプレーとかで行くのか、うん、その判断が間もなく下されます。サードダウン13で試合再開、ドローですね。変えて安全策に近いでしょうか、パスに見せかけたランプレーによって突破を図りました、あるいはその陣地の挽回、そして時計の先ほどがあったようにも見えますが、ここでタイムアウト、サイドワインダーズ後半、サイドワインダーズここで後半2回目のタイムアウトを取ります。ここディフェンスよく守りましたね、危なげなく、はい、なんとかここをフォースダウンの状況に持ち込んだという形になりました。はい、そして次パントですけど、はい、うまくいけば1分45秒から50秒台が残ると思うの で, です、ね、はい、でかつリターナーに、また新谷選手、藤本選手が入ってますよ ね, すね、この2人が入っておりますね、はい、まあ、このまずリターンを、できるようなキックを蹴るのかどうかということもありますし、はい、先ほど素晴らしいパントもあったので、注目ですね。さあそのプレー再開となります。試合時間残り2分3秒で磯野スーパースターズフォースダウン9パントフォーメーション。さあラッシュいったが、これはなんとかかわした、リターンに入る、しかしカバーがいい、ナイスカバー、磯野ここでのサイドワインダーズのチャージを見事にかわしましてパントを決めました。パンター18番サイドワインダーズは自陣23ヤード付近からの攻撃という形に変わります。いやサイドワインダーズ今攻撃選手がねあのパントのプレッシャーかけに行って、はい、あわやというところまで行きましたね。そうですね、ビッグプレーが起こるかもしれない、それぐらいの迫力あるパントカバーをパントチャージを決めていこうとしましたが、結果的にはサイドワインダーズ自陣23ヤードからの攻撃となります。試合時間残り1分51秒でサイドワインダーズファーストダウン10。さあ伊藤流れながらパスを通した、おしかしこのパスは不成功、パスインコース左に流れてワイドレシーバー12番のロングパス、しかしわずかに外に出ていました。今のはちょっと大きいかもしれないですね、はい、中でキャッチしていればかなり有利な状況を得ましたが、しかしわずかに外でした。サイドワインダーズ自陣23ヤードからセカンドダウンテン。さあプレッシャーがねどんどん来てますから、それをまずどう、かわすかですね。さあ伊藤下がりまして来ましたね、パスを閉じるか、通した、うーん、しかしこのパスも不成功。同じく今度は外に展開したワイドレシーバー6番ニーヤでしたが、これはカバーされてもいましたのでパスは投げ捨てるに近いパスの失敗でした。
さあ試合時間残り1分34秒となりました。サイドワインダーズサーランテ、今ね磯野のベンチからも最後まで追っていこうというような、ディフェンスへの声かけもありましたけど、実際聞いてますよね、最後まで、追い込んでいってることがパス失敗につながっているかなと思うんで、はいはい、そこを打ち破れるか。さあ奥行った、うわー放っている、まだあります、おナイスキャッチ、ファッサー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 、ここで左側にいたワイドレシーバー8番にロングパス、カバーがありましたが8番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。はい、サイドインダーズファッサー、8番は竹原翔太郎選手ですね。はい、素晴らしいキャッチを見せました。いや意地のキャッチでしたよね、やっぱりこの入れ替え戦シーズンがかかってるっていうところよくわかるプレーでしたね。はい、さあそしてファーストダウン10の状況、クォーターバック伊藤、右へ投げた投げた投げている、さあ空いている、さあこれキャッチだったか、なっている、パス成功だ、パスだ、 足の残し方が芸術的でした、素晴らしい、見事右足を残してパスキャッチ成功としました、素晴らしいパスキャッチ、81番サイドワインダーズ続けざまに攻撃権更新果たしました。サイドワインダーズファスター、まだ1分12秒ありますよ、全然十分ですね時間は、はい、これで時間も確保してのサイドワインダーズ、相手陣29ヤードからのファースターアウト、敵陣28ヤードよりファースターアウト、さあ伊藤下がって投げている、さあこのパスは通っている、パスキャッチしている、これも足残しましたね、リーア選手、これはリーア、これで7ヤードゲイン、そして外で出ているためここでも時計が止まっています。リーア太郎選手のパスが成功、いや残り1分5秒全然十分ありますね、7ヤードのゲイン、ここに来て伊藤のパスが冴え渡っております、一気に相手陣深くに入ってまいりました。さあ磯野これプレッシャーもう一度かけれるかですね、いやパスプロ持ってるな、ここでディフェンスが反則、攻撃権更新には至らせておりません、タックルしましたのは88番見事なカバーでした、ここでホイッスル、チームタイムアウト、サイドワインダーズ、サイドワインダーズここで後半最後のタイムアウトを使いました、後半3回目ラストタイムアウトです、ここで勝負に行きましたね、はい、ちょっとまあタイミングとして早いような気もしますけど、はい、もうサードなんですよね、サードでこの距離ですし、最後の詰め方を確認してという意味でも、いいタイミングだったんじゃないですかね、これそうですね、もうでも本当にこのここからの攻防がちょっとドキドキですよね、はい、いろいろな方々にコメントをいただいておりますが、私たちの想像を超えて伊藤がパスが冴え渡っております、これほど真っ向勝負のしかも最大限のパスを鮮やかに決めて鮮やかに2ミニッツオフェンスを展開できるとは思っておりませんでした、素晴らしいですね、レシーバー陣の皆さんも非常に、ね、難しいキャッチを、ね、重ねてきてますからね、そうですね、はい、本当に片足ないしは本当にサイドラインギリギリのところでキャッチを決めてきております、サイドワインダーズサードダウン、さあこのシリーズ見事でしょうか、サイドワインダーズサードダウン残り2ヤードで試合再開、試合時間残り54秒、さあ終わった、うわナイスカバー、パス不成功、ここで右サイドライン際にいた81番にパス投げ込みましてエンドゾーンを襲いましたがこのパス不成功、フォースダウンに変わります、いやセーフティーの10番、磯野の堀江選手が、いいところにカバー入りましたね、はい、この堀江もマルチのタレントのプレイヤーです、タイトエンドもこなせるセーフティーです、サイドワインダーズフォースダウン2、さあ運命のフォースダウンですね、さあギャンブルに入ります、ここでホイッスル、磯野がここでタイムアウトを取ります、後半凄まじい駆け引きがここで行われていますねもうちょっと読めないですね、ここからはもう戦術的にどうこうということが読めなくなってきましたね、攻撃権更新を図るというリスクはちょっと負いたくない、ここで一気に決めたいという感もあります、サイドワインダーズ、そうですね、ここ意外とね中途半端にこの真ん中のランとかで、2ヤードぐらいを取ろうとすると逆に失敗するケースもよくあるんで、そうですね、はい、タイムアウトがなくなりましたので迂闊に中で倒れた場合には時計を止める手段がないというリスクがあります、そうですね、それもありますよね
ただまあそれは磯野側も分かってると思うんでね、はい、パス警戒分厚く引かれた中で通せるのかというところもありますよね。この間合いを取るかのタイムアウトへどのような展開になるでしょうか。フォースダウンツーギャンブル。うわーナイスカバー、ナイスカバー、ギャンブル失敗、インコンプリート、フォース成功。ここでサイドラインダーズは外へフルカガシアさん、ヒッチパスを投じました。最も今日出ていたプレーですが、これを磯野、88番がパスカット、4回目の攻撃失敗です。攻守交代です。ターンオーバー、値千金のパスカットしましたのは磯野スーパースターズ88番の津田、鳥取大学出身のルーキーです。いやここまで今戦ってきて後半ね肝になってたあのエリアへのパスだったんですけど、はい、最後の最後止めましたね。ここで出ましたね、はい、素晴らしいパスカットだったと思いますね。そして磯野はビクトリーフォーメーションを取りました。さあこれでもリーダウンします、はい、時計が回ります。回りますね、時計が。最後に時計を取る手段は残っておりません。刻一刻と試合時間がなくなっていっております。すさまじい攻防戦でした。いや本当に息が詰まるような後半の戦いでしたけど、最後、はい、ディフェンス素晴らしかったですね。最後の最後で、そうですね、前半はまさに攻撃の応酬、はい、そして守備の後半は守備の応酬、その一戦が終わりました。第4クォーター終了、ゲームオーバーです。磯野スーパースターズ、ゲッツ・ザ・ダンボール、and game win。ここで試合終了。本日の第2試合、ここで試合終了となりました。サイドワインダーズの点、磯野スーパースターズ何点で、磯野スーパースターズの勝利、そして磯野スーパースターズ、X2 昇格となりました。X2 での、X2 へ昇格。サイドワインダーズは X3 へ降格となります。この一戦、入れ替え戦、入れ替えとなりました。いやー磯野のキャプテン大倉選手の目には涙がね浮かんでるように見えますね。場所から東海、岐阜に拠点があると思いますが、東海エリアの中でもやはり主要地である名古屋ではありません。岐阜なかなか競技人口が積もれないという悩みは常々聞いておりました。その中にありまして、さまざまな選手を囲い込み、そして多くの選手を育て、ついに X2 復帰を果たしました。対しましてサイドワインダーズ、無念の X3 降格という形になります。しかし戦力は非常に充実しております。その力を大輝は生かしまして、再び X2 の舞台に戻ってくることを期待したいと思います。すごい場面を見させていただきました。いやすごい試合でしたね、本当に最後のサイドワインダーズのオフェンスから気迫を感じましたし、このままもしかしたら同点になるのかなということも感じたんですけど、最後磯野が執念上回ったというような、ディフェンスだったかなと思います。はい、まあ、ただサイドワインダーズもね、最後に見せてくれたような、素晴らしいプレーもありますので、来シーズン、またで、この X2 に向けて、戻ってくることをちょっと期待しながら、見ていきたいなと思います、はいはい、その磯野ベンチでは胴上げも起こっております。当然だと思います。いや素晴らしいですね、磯野スーパースターズ素晴らしい勝利だと思います、はい、本当に素晴らしい一戦にビデオさんお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはブドンダが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、
家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして X3 全13チーム、そして X2 も優勝しましたホークアイの入れ替え戦を除きまして全ての日程終了となります。これら全17チームはこれより一冬の静寂の冬を迎えます。そして彼らはこの伏量放水の時を経て、やがて訪れる開花開口の春を謳歌し、鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地を訪れるのが果たしてどの強者となるのか、その光景を楽しみとしつつ本日の配信を終わらせていただきます。皆さん長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は私道楽愛茶、そして実況としましてその解説に加わっていただきましたレッツハドルの秀坊さん、そしてこの配信を許可いただきました NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会に感謝申し上げます。またお会いしましょう。それでは失礼いたします。